なんと、先日、アクア先輩とですね、デートをしてきたんですね。至れたのは、もう本当にみんなのおかげで、その、アクア先輩の発表があった時に、まあ、これよりは、その後の配信で、そんな中ね、みんなが、いや、諦めるな。後悔するなよ。声かけろって、すごい言ってくれて、勇気を出して連絡することができました。もし卒業してからでもよかったら、みたいな感じになりまして、ね、全然これよりは、もうお話ししたいだけなんで、すごい嬉しいですって言って、9月に、約束をすることになりまして。まずご飯に行ってきたわけなんですけれども、小夜が先にお店ついてて、つゆもすごいね、やる気ですごいちょっと早めについて、もうお席で待ってて。そしたら、あったまー、めっちゃ、こんにちはーみたいな感じで、いらっしゃいましてですね。で、もう本当に来た瞬間は、すごい、みたいな。ただみんなが想像できるような、多分小百合が、とつまちに行った時と、とつまちに行った時の赤先輩みたいな感じ、みたいな感じだったの。なんか初めて対マンだから、緊張する、みたいな感じで、二人だからこそ、結構やっぱ話しやすくて、小百合も話しやすいし、そう。ね、やっぱ小百合も話せると、赤先輩も結構普通にすぐ話してくれて、そう、打ち解けてくれまして、そう、なのでね、結構なんかその、みたいなモードは本当、1、2分みたいな感じで、おしゃべりすることができました。元気そうだった。めっちゃ元気そうだった。すごい元気そうってか、なんだろう、変わりない、お変わりない様子でございました。ね、活動のこととか、いろいろお話しして、なんか、それでいろんな思い出の話とかもして、活動の思い出話とか。の、アクア先輩って初期の頃もうめっちゃ、まあでも最後もそうだったけど、めっちゃ活動してたんよ。そう。本当に24時間配信とかもしてたし、なんか、その活動への思いとか、なんか、活動の仕方とか、すごい似てるところがあるんじゃないかなーって思ってたもん。そう。で、なんかお話ししてみたいなーって実はずっと思ってて。で、そんな感じでお話をしてて、なんかいろんな話聞いてくれて、こいちゃんはなんでそんな頑張れるの?とか、そう、いろいろお話をしてくれて、で、やっぱ話してるとね、なんか、配信に対する、活動に対する心意気みたいなものとか、活動に対しての考え方とか、やっぱ似てるところ多いかもしれない。恐れ多いけど、でもなんか、いや、わかるわかるみたいな。なんか今後の活動についてとかもすごいいろいろ聞いてくれて、でもなんかその夢がいっぱいあるってすごいいいね、みたいな話とかね、すごい、なんかすごく肯定、めっちゃ肯定してもらっちゃいました。めっちゃいい、めっちゃいい先輩でございました。はい。まあ終わった後、まあ、解散になるかなーとは思いつつ、こうまあ家じゃねえわ。店から出るじゃないですか。これ店から出て。なんかどうするみたいな空気が流れて。で、これより、なんか今日はもう何時でもいいように一応してあるんです。みたいな。今、もう自分はね、やってないから、活動してないから、なんもないから、もうこゆちゃんの配信予定に合わせてねみたいな言ってくれて、そう。なので、じゃあ、なんか行きたかったとことか、なんか買いたいものとか、買い物したいものとかありますかみたいな。言って、初デートみたいな。初デート。初デートよ。小百合にとっては初デート。でもね、なんかやっぱ外だと、なんか話してるのかさ、小声じゃないとかなとかさ、ちょっと目立たないようにとか、いろいろ考えちゃって、これはちょっと、楽なのは、家なんだよなと思って、うち、行きますみたいな。猫いますって言ったら、猫見たい猫見ていいのってすごい猫にものすごく食いついてくださいまして、うちに連れ込みました。
で、なんかすごい緊張しちゃってさ、連れ込んじゃったみたいな。なんてなんか高校生、わかんないけど、高校生男子が、初デートで家に連れ込めた時みたいな感覚みたいな感じになって、なんか漫画で見るような感じ。で、緊張してますみたいに言ったら、めっちゃ笑ってた。はははって、すごい、すごい笑ってました。なんかもう家入った瞬間もどうぞちいこよのもとへっていう、うちの猫のもとにね、やっぱもう猫の扱いが慣れてるんで、こよりまだ飼って1年半経ってないぐらい。なんで、なんか触り方とか別、なんかあんま慣れてないみたいで、あんま気持ちよくないのかわかんないけど、なんかこうぎこちなく触ってるわけよ、未だにずっと。こういう気持ちいいのかなみたいな思いながら触ってんの。多分ね、めっちゃうまいから、すっごいちいこよ気持ちよさそうに、なんかいつもより気持ちよさそうにしてねみたいな感じでね。そう、プロだ、猫の扱いのプロでしたね。さすがでしたね。本当にもうなんか、オタク話が結構花開き、それもあって結構ギリギリまで、ずっとおしゃべりしてて、昨日の配信開始の、ほんと、超ギリギリまで、おしゃべりしてて、で、お見送りして、配信してみたいな昨日感じだったんだけど、そう。なんか、これからもお友達で、入れそうな、気持ちに勝手になりました。わかんない。わかんない、すごくね。